大変お待たせいたしました。本日はお忙しい中、ご参加いただきありがとうございます。ただいまより、日本郵船株式会社2024年度第一四半期決算説明会を開始いたします。本日の司会進行を務めます、IR グループ長の岡田です。どうぞよろしくお願いいたします。 はじめに本日の説明者をご紹介いたします。代表取締役副社長執行役員 CFO の河野でございます。そして常務執行役員ライナーロジスティックス事業統括本部長の伴野でございます。本日は河野より2024年度 第一四半期決算の概要をご説明いたします。その後、質疑応答のお時間とします。ご質問方法は後ほど説明いたします。本日の説明資料は弊社ホームページに掲載していますので、ご覧いただけますと幸いです。なお、本説明会の様子は、質疑応答の部分も含めて、 オンデマンド動画配信を予定しております。何卒ご了承ください。それでは説明に入らせていただきます。よろしくお願いいたします。CF4 の河野でございます。本日はお忙しいところ、本説明会にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。 本日はまず2024年度の第一四半期決算概要についてご説明申し上げ次に2024年度の通期業績予想についてご説明申し上げます一通りご説明した後に質疑応答の時間をと取らせていただきたいと思います説明にあたっての資料はご覧のスクリーンに投影いたしますがホームページからダウンロードされている場合は それをお手元にご用意いただければと思いますまず最初に開示セグメントの変更についてご説明いたします資料の三ページをご覧ください記載の通おり当市販期より事業規模が拡大した不定期専用線事業を自動車事業、ドライバルク事業、エネルギー事業に分割表示する方法に変更しております これにより株主投資家の皆様には当社各事業の状況をより詳細にご理解いただける一助になるものというふうに考えておりますそれでは2024年度第1四半期決算の概要についてご説明いたします資料6ページの表をご覧ください右から2番目の青色のコラムが2024年度 第一四半期の実績です。売上高は前年同期比841億円増収の6517億円、経常利益は前年同期比363億円増益の1257億円、当期純利益は前年同期比367億円増益の 1,102億円と増収増益の実績となりました主な要因としては前期末から続く公開情勢に起因するコンテナ船の需給逼迫が続き今期に入り運賃支給がさらに上昇したことにより ONE 収益が好調であったことが挙げられますまた航空運送、自動車、ドライバルク事業におきましても 好調な指揮を背景に増収増益となり全体としても前年同期比で増収増益となっております次に部門別の実践について7ページの表をご覧ください冒頭にても申し上げましたが下の欄外に記載しておりますとおり本年度より不定期専用線事業を自動車事業 ドライバルク事業、エネルギー事業に分割表示したことに加えて、えー、従来独立して開示しておりました不,不動産事業の数値は、えー、その他事業に含めた表記と、えー、なっております。えー、それでは、えー、表の2番、えー、右から2番目の青いコラムの、えー、第一四案期の実績をご覧ください。 定期船、航空運送、物流からなる、ライナーロジスティックス事業の経常利益ですが、定期船は前年同期費億220億円増益の537億円、航空運送は前年同期費30億円増益の34億円。 物流は前年同期比14億円減益の55億円となりました定期船事業では先ほど申し上げた ONE の工業績により大幅な増益となっております航空運送事業におきましては半導体主要の回復が航空貨物の増加につながっており特にアジア発の堅調な乳業機に支えられるとともに 燃料単価の下振れと整備費用の一部後ろ出しによるコストの減少などにより増収増収益となりました物流事業ではロジスティックス事業は e コマース自動車関連産業の好調な二号に支えられ堅調に推移し収支を下支えしましたが 航空・海上貨物取扱事業におきましてはアジア発を中心とした乳入機の回復により前年同期比で取扱量は増加したものの指令価格の上昇により利益水準は低下し物流事業全体では前年同期比減益となっておりますその結果ライナーロジスティクス事業全体では 前年同期二百三十六億円増益の六百二十六億円の経常利益となりました。続きまして、本年より開示セグメントを分化した旧不定期専用線事業三部門についてです。まず自動車事業の経常利益は前年同期八十二億円増益の三百七十八億円となりました。 中東情勢などに起因する港湾混雑や航路変更が継続する中で船舶の稼働率向上により堅調な輸送需要を取り込み円安も寄与し増収増益となりましたドライバルク事業ではケープパナマックスともに 前年同期と比較して好調な輸送需要により市況が上昇し経常利益は前年同期比11億円増益の140億円と増収増益となりましたまたエネルギー事業では LNG 線海洋事業が長期契約に支えられ順調に推移する中で VLCC b l g c の市況は前年同期を下回るレベルとなり結果として経常利益は前年同期比ではほぼ同水準の110億円となりました資料に戻って3ページをご覧ください繰り返しとなりますが全体としての経常利益は前年同期比363億円増益の1257億円 ここから、特利損、税金等を加減し、当期純利益は前年同期期367億円増益の1,102億円となりました。また、5月9日より開始しております2024年度の自己株式取得は7月31日時点での累計で、株式総数 806万1300株、総額で300約385億円となっています次に資料8ページをご覧ください左側の表にあるとおり前年同期費363億円の経常利益増益分は定期戦事業における指標上振れと 円安による影響が大きかったことが見て取れますここまでが2024年度第1四半期の決算概要です次に今年度2024年度の通期業績予想についてご説明申し上げます資料9ページをご覧ください 2024年度、えー、通期業績予想につきましては、7月22日に、えー、適時開示いたしましたとおり、えー、5月の2023年度通期決算、えー、公表時の、えー、気象予想比較で、売上高は2800億円情報修正の2兆5700億円、経常利益は、えー、1600億円、えー、情報修正の4100億円、 当期純利益は1450億円情報修正の3900億円を予想しております後ほどセグメント別の詳細をご説明いたしますが前回予想比較では定期戦の1065億円を筆頭に全事業部門におきまして情報修正となっております 12ページに各段階損益および前提となる為替レート燃料という価格が記載されておりますのでご参照くださいこれをもとにした配当予想は配当成功の目安30%を踏まえまして前回予想より中間期末ともに50円増配の 中間配当130円、期末配当130円の年間で一株当たり260円としておりますまた先ほど一級決算の振り返りでも触れました自己株式取得を実施中でございまして今回の年間合計の配当予想は7月31日時点までに取得した 自己株式を除いた株式数に基づいております。次に各事業セグメントの通期業績予想について前回予想との比較でご説明いたします。資料十四ページをご覧ください。中央の青いコラムが今回予想の二千二十四年度の業績予想数字となっております。 まず定期船ですが経常利益は前回予想費1,065億円増益の1,830億円と予想しております。コンテナ船は足元の第一四半期におきましては旺盛な2号機の影響により運賃指向は上昇しているものの第二四半期をピークに 潜伏需給の逼迫が緩和され短期運賃指給は年度末に向けて下落することを想定しております通期では上期を中心とした収益の拡大が寄与し前回予想を大きく上回る利益水準となる見通しです 次に航空運送ですが6月に発表いたしましたとおり日本貨物航空株式会社と ANA ホールディングス株式会社の株式交換実行時期が2025年3月31日に変更になったことから基礎の予想策定時には含まれていなかった第2四半期から 第四四半期の業績予想を今回追加しております。第二四半期以降もアジア発欧米向けに堅調な荷動きを予想しており、通期では前年度実績を大幅に上回る増益を見込んでおります。次に物流ですが、前回予想費 七十億円増益の二百二十億円の経常利益を見込んでおります。海上貨物、航空貨物ともに販売価格の上昇による売上増を見込んでおり、前回予想を上回る利益水準を予想しております。また、ロジスティクス事業でも北米を中心とする堅調な需要が寄与し収支を下支えする見通しです。 次に自動車事業ですが、全開予想費205億円情報修正の1200億円の経常利益を予想しております。自動車事業では、中東情勢等の地政学リスクの懸念は引き続き残っておりますが、輸送需要は引き続き強い見通しで、 配線効率の向上に努め、輸送台数は気象予想並みを想当しています。通期での情報修正は、円安の影響に加えて、紙機を中心にスポット貨物が増えたこと、自動車物流事業が堅調に推移し、収支を下支えしたことが主な要因となっております。 ドライバルク事業では、前回予想費100億円上報修正の3 3十億円の計上利益を予想しております。中国向けの鉄鉱石や、防気サイトの堅調な演奏事業に支えられたケープサイズを中心に、全線形において、前回予想および前年同期を上回る指標水準を見込んでおります。 次にエネルギー部門の経常利益は、前回予想費40億円上報修正の450億円を予想しております。エネルギー線および海洋事業は中長期契約に支えられ、堅調な業績推移を見込むとともに、VLCC、VLGC の通期指況前提は、前回予想費では下回るものの、 中長期の中長期契約の下支えもありまして、おおむね前回予想通りの収益を予想しています。一方、石油製品船、ケミカリ船は、前回予想費では増益を見込んでいるということに加えまして、円安の影響などもあり、通期では増収、増益を見込んでおります。 1>, 1ページ戻りまして13ページには前年度比較の表がありますのでこちらもご参照ください。以上が2024年度の通期業績予想の説明です。ホームページで公表している資料には本日投影させていただいた各スライドページに加えましてアペンディクスとして 各事業セグメントの主要所言の想定値などの参考仕様が記載されてますので別途ご参照いただければと思います私からのご説明は以上となりますはい、えー、どうもありがとうございました、えー、それではですね、えー、と質疑応答に移りたいと思います はい、えー、ではですね最初の質問は、えー、手を挙げていただいた方を、えー、指名したいと思います。えー、お願いいたします。あ、あのよろしくお願いします。聞こえますでしょうか。はい、聞こえております。あ、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、えー、っとまずあの一つ目がですね、まあ今回情報修正に伴って でまあ、資本の蓄積のほうはあの進む予定ですけども、こちらをそのどういうふうに捉えてるかということをです、ね、まあ、中継で捉われてるその自己資本比率を下げていくということと、まあ、投資もその兼ねてとていうことですけども、まあ、ここら辺のその考え方をちょっと、あのまあ、回答のほうは上げてるんですけども、あのちょっと確認をさせてくださいはい。 2つ目ですけれども、まあ、今回、開示されたその自動車の、まあ、事業のところの利益ですけれども、全、まあ、年第一三共良かったのに、それに加えてもさらにあの、まあ、利益もあの、まあ、しあの売り上げもいいということなので、まあ、ここの背景とか、あとあの、 この水分が通れない影響とかでその輸送台数がどうなっているとか港湾の混雑とかそういう部分でどういうような影響が自動車に出ているかというのをその確認をさせてください。であと最後の3点目ですけどもあの 航空運送事業の方で、まで、あ、今回、通期企業であの業績の,方あのまあ新しく計画出されてますけども、これ、今期出た分の利益っていうのは、そのこれ、ANA にあの譲渡した場合でもその、まあ、キャッシュとしてみ皆さんの方に取り込むっていう結果になるっていうふうに認識していいのかっていうのをその確認させてください、以上ですはいありがとうございます。 えまず1点目のご質問ですがえまあ資本の蓄積の考え方ですがえ基本的にあの我々はですねえまあ投資計画とですね投資機会があればもちろん投資をしたいということでえ中継計画でですねお示ししているえ投資についてもですね今年のえまあ5月の時点の決算発表の時点でですね えー、当初の、えーまあ、設定よりも、えーまあ、若干増えてるということを申し上げたということでございます、えー、一方であの、まあ、株主還元につきましてもバランスをとって、えー、行っていきたいあるいはあの先ほどご指摘いただいた、まあ、あの自己資本比率という、まあ、目安としての目標といいますかガイドラインを持っておりますので、えー、それに合わせてですね 還元についても、えー、行っていくという考えでございまして、えー、今回それに合わせてですね、えー、まあ30%の、えー、配当成功の目安というものがございますのでそれに合わせて配当につきましては見直したということでございます。えーまあ、今後です、ねえー、まだ第一試案期終わったところでですので えー、まだ先が不透明なところ、まあ、あのまさに足元ではですね本日あの為替も大きく動いてますし株価も大きく動いているということで、まあ、こういった影響についてはしばらくちょっと様子を見ないとなかなか直ちにですね、えー、何か、まあ、我々の収益に影響があるということは今のところ想定しておりませんが、えー、そういったことも踏まえてですね今後の還元については 考えていきたいというふうに思っておりますので、えー、まあその意味ではあの従来からの考え方と同じで、えー、自己資本比率の目安を意識しながら投資と株主還元のバランスを取っていくという考え方でございます、えー、続きまして自動車につきましては えーまあ、引き続きです、ねえー、かなりまあ好調ということで、まあ、昨年の,です、ねえー、あの,あの23年度の収益からです、ねえー、増加している分というものについて今回ま、まさにです、ね、気象予想より200億円。 えー、規模でですね、えー、見直したということでございますけれども、一つには円安の影響があります、またもう一つは、ですね第一半期におきまして、一部ですね、まあ、配線の、まあ、あやといいますか、あるいはまあ出荷の、まあ、要するに、えー、タイミングの問題もあって、ですね、えーまあ、スポット価の積み取り比率が多くなったと。 いうことがございまして、引き続き、しっかりは、まあ、非常に旺盛で、えー、スペースタイトな状況が続いておりますので、えー、その分がですね、えーまあ、紙機においてですね、えー、足元ではスポット化のうんちが高いということが、えー、寄与したというふうにお考えいただければよろしいかと思います。えー、とそれと3点目が、えー、っと、何でしたっけ ?NCA。あ えーまあ、収益につきましては、えー、こちらの方はですねあの今期取り込んだ分がですね、えー、一応、あのーまあ、NCA の方のバランスシートでも、ですね、えー、貸付け、まあ、当社からのですね貸付け、借り入れという、まあ、NCA 側から見れば借り入れというものがございますので、えー、そこで、えーまあ、調整されるというふうにお考えいただければよろしいかと思います。 以上お答え申し上げます。はい、ありがとうございます。はい、えー、ありがとうございました。えー、では、あの次の質問に行きたいと思います。えー、よろしくお願いします。あ、すみません、よろしくお願いします。 えっとまあ、今回、開示されたところで、まあ、エネルギー事業とドライバルクのほうも利益のほう、開示されてますけども、まあ、特にまあ利益がそのエネルギーのところは、あのそれなりに出てるなっていうのが、まあ、数値で確認できてるんですけども、まあ、これ、そもそもその事業、あの いろいろ原油とかケミカルとかプロダクトとか、まあ、なんか海洋事業とかいろいろあるので、これ、どういうものでこう利益がこうなっているのかっていうのを簡単にちょっと説明いただければっていうのが一つ目です。 あとあの2つ目ですけども、あのー、コンテナ船のところですね、まあ、ちょっとその7月ぐらいからまあ上がりすぎてた反動とかで、スポットの運賃とか調整はしてきてますけども、まあ、ここの見方とか、あと CCFI とか見ると、どだか遅れて上がっていったりとかで、まあ、契約運賃の方うは、ピークシーズン等で遅れて上がってるのかなというふうには見てるんですが、ここの,その状況もちょっと簡単にあのお伺いできればと思います。 はいえー、ありがとうございますそれでは最初の質問については、えー、私の方からお答えいたします、まあ。エネルギー部門の詳細というのはあの個別にはです、ね、開示していないんですが、えーまあ、私どもエネ,エネルギー事業で言いますと、えー、LNG、えー・海洋事業、えー、それと担架、担架は VLCC、えー、VLGC えー、それと、えー、石油製品線、えー、ケミカル線、えー、等を,、えー、を含んでおります。あとまあそれに加えてですね。 えーまあ、石,石炭の,あの電力向けの、えー、一般炭の事業も、えー、こちらのセグに含まれているということになっておりまして一番大きいのはやはり、まあ、LAG のポーションが大きいということは申し上げられるかというふうに思います。またあのタンカーや、えー、もです、ね、非常にに中長期の契約に 基づいておりますので安定的に収益を上げていると、えー、あと、まあ、電力炭も同様でございます一方ですねあ,のある程度子供のエクスポージャーを取っている分野としては、えー、我々としては規模は大きくないんですが、えー、石油製品船、えー、ケミカル船がございます、えー、こちらの方はですね足元のマーケットが、まあえーまあ、好調だということもあってですね この部分が今回は好調だったとということであります今後ポートフォリオにつきましてはですね市場マーケットの状況でしたりビジネス環境を見ながら変えていくということはありうるわけなんですが今後先日ですね発表させていただきました S えー、n s ソーシャンさんのです、ね、シェアを80%取得ということを、えーまあ、今、えー、公表しておりまして、えー、最終的な、えーまあ、あのトランザクションに向けてです、ね、今動いているということでございます。まあ、n s ソーシャンのです、ねえー、船は VLCC 以外ということで主に LPG や石油製品ケミカル船等が含まれておりますので。 えまあこちら約49世紀、まあ約というか49席保有していますので、えー、まあこの8割のまあシェア、えー、収益がえ今後入ってくるということになりますので、えー、こういった部分でもです、ね、でわれわれポートフリオのえまあ変革といいますか、えー、見直しということもえ考えて進めているというのが今のエネルギー部門のえ現状でございます。えー、それでコンテナにつきまして あし、えー、の運賃につきましては、えー、担当の番の常務の方から、えー、ご説明させていただきます。はい。ありがとうございます。えー、っと足元の運賃のところだと理解しました。えー、ご案内の通り、まああの SCFI とかマーケットの指数は7月の中旬をまあほぼピークに下げ始めているという状況でございますが、えー、ご理解の通りで。 えー、我々 ONE の運賃に実際にそれがまあ反映されてくるというのは若干時差がありましておそらく数週間の時差があって、まあ、これに反映されていくということになっております、えー、一方で、まあ、あのスポットはそうですけども長期、まあ、に関しては、えー、いつもよりも早めにピックシーズンサーチャージというのを導入しておりましてこれがあの今はしっかり効いておりますんでそこの部分については あのスポットの運賃が下がってもお急激に落ちるということはないというような状況ですのであのそんなにこの7月をピークに急激にダーッと下がるというようなことにはなっておりませんえさらに応援にだけに関して言えばあのかなり昇席の状態が今いいまだ8月になりましたが比較的どこの航路もおタイトな状況で、えー、走らせておりますのでそういった意味でも しばらくそんなに極端に運賃が落ちるということはまだ考えていないという状況でございます。はい、以上お答えしました。あ、わかりました。あとはその補足でそのコンテナのところだと、まあこの一週間ぐらいでいうとその中東だとまたなんかちょっとそのハマス とイスラエルのところとかヒズボラのところで、あのまあちょっとその影響変化も出てきてますけども、正常化っていうのがなんかどういうような前提でこれになるっていうふうに皆さん想定されるのかなんか条件みたいなのなんか想定されてればあの確認させていただけますか。はい、ありがとうございます。あのカチッとした条件がいくつかあって、それがすべて満たされれば後押すとかいうそこまでの議論は。 応援の中でではままだ進んでおりません。おりせ当然あの他社さんの動きを見ながらということになりますし、えー、おそらくコンテナ船は、えー、最後までなかなか、あのー、レッドシーンを通すということはあの他の船が先におそらく再開していく中で様子を見ながらそれで OK であればコンテナ船についてもしかもその中でも他社さん今でもまあ小さい船他社さんを通してますけども。 がより先に進んでいって、大いには、その中でも一番最後に、よし、本当に皆さんの様子を見ながら。決めていくんだろうなというふうに考えております。だた、たったただまの前提は、もうあの。他の法制の方々からもお伺い、あの、ここにも書いてありますけども。一応年末までは、今の状態が少なくとも続きますという前提で考えていますが。正直、これがどう、どうなるのか、今そういう前提を置いているというだけで。 我々何もその、えー、このおち中東の状況がどうなるかというところをあのそれそんなにあの分析を正しくしているわけではありませんので様子、えー、を見ながらまたこの前提を置き換えていくことも今後あり得るということでございます。以上答えました。はいありがとうございます。はい、えー、ご質問ありがとうございました。 と次の質問も、えー、と手を挙げていただいた方から指名したいと思いますよろしくお願いいたします聞こえますでしょうか、うん はい、聞えております。すいません。じゃあ、私、ちょっと細かいところ2点お伺いできればと思います。えっ、ー、と、1点目は、あの、物流のところなんですけど、えっ、ー、と、4ページの実績、第一口座実績のところでは、その仕入れ価格の上昇によって減益、ただ、あの、えー、通期のところの今回は情報修正ということで、こちらの販売価格の方の、えー、強含みということだと思いますが、この辺のところの好転度合いっていうのは、要するになんか、仕入れ価格がやっぱり上がってきてるけども、その、荷主への、あのー、そういう価格転嫁みたいなのが足元かなりこう進んできたんで、あのかなりこう 固定しているかどうかということで、ちょっとこの辺のあの背景みたいなところ、ご説明いただきたいのが1点目になります。 で、2点目なんですけど、えっ、ー、と、通期予想のところで、ちょっとこれから細かいんですけど、あの、その他事業のところの、えっ、ー、と、利益の情報修正の話が出ています。あの、小さいものを積み重ねかと思いますし、あの、不動産セグメントも移管されてるということですけど、不動産はまあ、基本的にあんまり大きく動かないかと思いますので、ここは例えば、あの、単身なんかにあの、客船のところのちょっとフレーズが出たりとかしてるんですけど、何か、あの、ここの好転の要因のところで、ちょっと明るい話がありましたら、ご紹介いただければと思います。よろしくお願いします。 えっと、それではまず最初に物流の方は、えー、バンの乗務の方から、えー、回答させていただきますはいありがとうございます、えー。1級ですね、ファーストクォーターに関してはですね、あのー、コンテナの市況がちょっと急激に、本当に急激に上がりまして、えー、コロナの時期よりもさらに、こうなんですかね、あ上昇の。あのー 角度が高かったぐらいな感じで。そうしますと、まあ、あのフォワダー業務である YLK に関しましては、えー、ちょっとそのスピードに追いつけないということで、えー、仕入れ値の方が、えー、どうしてもあのどん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 高くなってしまって、えー、その分を運賃に転嫁できないとそのスピードについていけないということで、えー、若干あの厳しい結果になってしまいましたというのがファーストクォーターでございます。 一方で今後のことに関しますと、まあ、特に今、まあ、ピークなのか分かりませんがかなり相当高い水準に全前のともになっておりますのでこれに合わせた形で、えーまあ、徐々には下がっていくんでしょうけどで下がっていく場合は今度逆向きの効果が働くこともあって、えー、高い、えー、相場そのものがすごく高いところにおりますのでその分をしっかりエンジョイできるというのが残された2級から4級の無点になっていると。 ということでこういう数字ができているということでございます。以上お答え申し上げました。はい、えー。それでは続きまして、その他事業の、えー、部分につ。 つきましては、えー、河野の方からお答え申し上げますあのこちらの方はですね不動産事業はあまり変わってないというのはまあおっしゃる通りなんですが、えー、昨年と比べましてですね今、まあ、客船事業におきまして、えー、昨年度は一部本線の不具合等があってですね不可動の、えー、期間が結構ありましてですね、えー、その結果まあやはり あの集客といいますか、販売の方がですね、えーまあ、思うようにいかなかったという部分がございます。えー、今期につきましては、えーまあ、そういった問題が全部解消いたしまして、 春先にはあのワールドクルーズもですねあの無事、す、え、べ、ー、て、えー、予定通りど、ね、おり、まあ、終えて帰ってきておりますしまた足元、非常にあの需要がですね、まあ、コロナ昨年から、まあ、そういう傾向あったんですが、えー、今年は特にですねやはりあの観光需要といいますか えー、まあ売り出すと夏場のクルーズはほぼ満席の状況がついておりまして、えー、こちらの方がですね、えー、比較的昨年と比べるとですね、えー、好調ということで、えー、ここの部分がまああの数字はそれほど大きくはございませんが現れているというふうにお考えいただければと思います、えー、以上お答え申し上げましたあよくわかりましたありがとうございました、えー、ご質問ありがとうございました。 えー、では次の質問にいきたいと思います、えー、よろしくお願いいたしますあすいません、また追加ですけども、あの下期のところの,その見方ですね、その従来費の計画費での比較のところですけども、あのこ,んこれ、コンテナのところもまあそうなのかもしれないですけど、結局これ、為替以外でなんかその下期の見方変えたところっていうのは、なんかどういうところになるのかっていうのをちょっとあ,のあればあの、セグメントごとに伺えればと思います。 はいいありがとうございます、まあ、コンテナの部分については、ですね後ほど伴の常務の方からも、えー、補足させていただきたいと思いますが、えーまあ、その他の部分は、ですね、えー、一応、2強等を見直しておりまして、 えー、特にドライバルクとです、ねまああのー、エネルギーの部分,分に関しましては、えー、これアペンディックスの方に主教、えー、前提を入れていると思いますが、えー、それを全開比較との差で入れていますので、えー、その部分も見直しております。 まあ、特にドライで言いますとですね、えーまあ、あの今、足元いろいろあの株価、為替の影響とは、まあ、必ずしもリンクしたものではないと思いますが、えー、ケープサイズのバルカのマーケットも、まあ、若干動いておりまして、えーまあ、そういった中でもですね、えー、当初見ていたよりも我々としては あの下期2級以降のケープサイズのバルカンについては、えーまあ、引き上げて見直し市況、まあの,の見方をですね前回予想比では引き上げているというふうな、えー、ことがございます。とい、まあ、今の足元動いている中でもですね先物の,の運賃市況を見ると、まあ、今のところ我々が見直した えー、レベルの年次、まあ、内といいますかほぼ、まあ、そういったレベルになってますので今のところ、まあ、あの今後、まあ、動けばですねまたこういったものは変わってくるということはございますけれども今のところ、まあ、我々があの見直した部分というのは今の時点でもですね、えー、しばらく前にまあ見直しているわけですけれども、えーまあ、こういった下と為替が動いている中でも えー、まあほぼほぼ、えー、大きくは変わらないのではないかというふうには考えております。あとコンテナにつきましては、えーこれまあ、その紙機とですね下機の、えー、収益の違いというのがやはりあの運賃レベルに表れているということでございまして、えー、先ほど私の方からもですね資料の説明で申し上げましたが、えーまあ、2級以降ですね えー、運賃というのは、下、え、降、ー、曲線に入るという想定をある程度置いているということでございます。えー、この点について、あの補足説明があればですね、伴の常務からお願いいたします、はい、あの特にあの大きな補足はないんですが、もともとの、えー、3か月前に出しましたあ年,年間の予想という意味では、 3月4月のところで、まあ、ある程度運賃が上がっていたのでこれがまあ徐々に徐々に1年間かけて下がっていくというような想定をしていたのがこの C56 でどんどんどんと上がったので、まあ、ある意味なんすかあの出発点がすごい高いところになってしまったので同じような形で最終的にはたどり着くところは同じところに落ちていくようなにはなっているんですけども、まあ、その分面積は増えているということでございます。 以上です。あ、わかりました。ありがとうございます。えー、ご質問ありがとうございました。えー、では、えっ、ー、とまだ質問を受け付けておりますので、あの手を挙げるボタンを押していただくか、もしくは Q E チャットの方でよろしくお願いいたします。えー、質問の方はよろしいでしょうか。えー では、あの質問があの内容でしたら、えー、と少々お時間は早いのですが、えー、本日のあの説明会は、えー、以上とさせていただきたいと思います、えー、以上をもちまして、えー、2024年度第一半期決算説明会を終了いたします本日はご参加いただき誠にありがとうございました。